よく来てくれました。ここはバーチャル東京へ向かうゲートです。実は時空の歪みが発生し、怪獣墓場と繋がってしまったらしい。このままでは怪獣がこのバーチャルの世界に攻めてきてしまいます。とにかくバーチャル東京へ急ぎましょう。ここがバーチャル東京。警報です。宇宙恐竜ゼットンが攻めてきています。でもご安心を。この危機を救うために我々はある技術を開発しました。ビルのディスプレイを見てください。現実世界からバーチャル世界の危機を救うバーチャルヒーローが転送されてくるのです。モーションキャプチャー VR 技術を活用して現実世界の動きと連動し、バーチャルの世界で変身して戦う。それがバーチャルヒーローです。ここは危険です。上へ移動しましょう。現実世界で技を決めるとリアルタイムに連動してヒーローからも技が放たれます。なんということだ、技が全然効いていない。ゼットンが強すぎる。これはピンチだ。あれはウルトラマン。起きてバーチャルヒーロー。ウルトラマンと協力して技を出せばきっとゼットンを倒せるはずです。これでバーチャル東京に平和は戻った。ありがとうウルトラマン、ありがとうバーチャルヒーロー。